閲覧注意。本当はこうだった。切腹の段取り、作法とは。よく映画やドラマの世界で白装束を着た武士が切腹するシーンが登場しますが、どんな段取りや作法があったのか、ご存知の方は少ないと思います。また、自分で自分の体を切るわけですから、その精神力も相当なものだったでしょう。失敗すれば、それこそ悲惨な状態になったといいます。今回は、切腹について、段取りや作法、歴史、そして失敗例などを解説していきたいと思います。少々血生臭いお話ですので、気をしっかり持ってご覧ください。平安、鎌倉、戦国時代の切腹とは、日本で一番最初に切腹した人は、意外にも武士ではなく貴族でした。記録によれば、平安時代中期に藤原安助という人が、追っ手から逃れる際に腹を切ったとのことです。とはいえ、追い詰められてパニックになった上での自殺ですから、特に切腹がポピュラーになったわけではありません。また、源平合戦の時も、平家の武士たちは受水したり、刀を口にくわえて自害するなど、やはり切腹という慣習はまだありませんでした。武士にとって切腹が一般的になるのは、おそらく承久3年、1221年に起こった承久の乱以降でしょうか。戦いに負けた武士や僧兵たちが腹を切って自害したという記録が残っています。ただし、当時は首をはねる解釈の慣習がなく、腹を切ったものの死にきれないものが多くいたとか。また、当時の切腹は刑罰ではなく、あくまで自主的に死ぬための方法でした。本来、切腹とは、真心を見せるという観念から出発していますから、自害して勇気を示すことを目的としていたのです。腹を割って話す、腹が座るなど、今でも自分の心を表現するのに用いられますよね。やがて戦国時代になると、切腹する代わりに家族や将兵の除名を願ったり、敗軍の将や逆賊に切腹を命じるケースが増えてきました。実際には、羽柴秀吉が城主切腹、城兵除名という流れを作ったとされています。農民上がりの城兵をことごとく殺してしまえば、その土地の生産力は低下してしまい、戦後復興への障害となるでしょう。一方、城主には自己犠牲という名誉を与えることにより、海上交渉を順調に進められるという利点があったのです。また、当時の切腹は、腹を横一文字に切るより、腹十文字に切ることを良しとしていました。横に切るだけでも大変なのに、さらに縦に切るわけですから、その苦痛は凄まじいものだったでしょう。その精神力も想像を絶します。三好元長や高橋常雲などは、腹を十文字に裂いただけでなく、自らの腹綿を掴んで投げつけたと言いますから、驚くほかありません。切腹人の首を切る解釈こそ根付いていましたが、最後まで腹を切らないと首を落としてくれなかったようです。薄れゆく意識の中で激痛に耐えながら、人生最後の儀式をやり遂げたわけですね。その点、腹十文字であれば、腹に突き立てた刀を下へ押し下げるのは比較的やりやすく、結果としてほとんど絶命できるとされています。解釈できない場合などに多用された方法でした。江戸時代の武士たちが憧れた清水宗春の切腹。安土桃山時代になると切腹の形式がおおよそ整ってきます。体を清めたり、別れの杯を交わすなど、武士の最後を飾る儀式にふさわしいセレモニーとなりました。謀反の疑惑を受けた豊臣秀次も、
切腹の際に湯あみしたといいます。ちなみに家臣の笹部淡路の神は秀次の解釈がうまくいかなかったことを恥じて腹を切りました。その様子は凄まじいものだったらしく、腹を十文字に切り、あふれた内臓を両股の上に押し出し、脇差しの扇の上に直し置いてから合掌したところを解釈されています。たまたま居合わせた古元元流という東福寺の僧侶も、冥土への道案内とばかりに一緒に切腹したそうです。なぜ僧が切腹をと思われるかもしれませんが、元流は池田秀勝の甥にあたり、元は武士でした。だから切腹という方法を取ったのでしょう。やがて江戸時代になると、切腹が完成された儀式として広まります。武士にとって名誉ある死に方だと認知され、まさに切腹文化が花開きました。また単なる刑罰から名誉の死へと見事に昇華させた人物がいます。それが清水宗春でした。宗春は毛利氏の家臣でしたが、主家や城兵の命を救うために切腹して果てています。その見事な振る舞いは敵味方から称賛され、武士の鏡として歌われました。やがて江戸時代になると、武士は主君に忠節を尽くすべきという風潮が生まれ、武士たちは清水宗春に大きな憧れを抱いたのです。そしてもし自分が主君のために切腹するなら、宗春公のように見事に散りたいと願うようになりました。そのような風潮は忠臣蔵でも明らかなように、武士だけでなく庶民の心まで打ったのです。切腹の段取りや作法はどうなっていた？それでは切腹の段取りや作法を説明していきましょう。江戸時代後期に書かれた自刃録という切腹マニュアルを参考にしています。一般的に1万石以上の大名や旗本は預かり人の屋敷内で切腹しました。それ以下のものについては預かり人の庭先で、さらに下の身分になってくると牢屋敷で切腹したといいます。ちなみに忠臣蔵の浅野匠守の場合は劣気とした大名でしたが、人情事件を起こしたこともあって罪人扱いでした。そのため御書院前の庭先で切腹したそうです。庭先で切腹が行われる際、まず竹洗いという壁を巡らし、南北に門を2つ設けます。南を修行門といい、北を涅槃門と呼びました。さらに竹洗いに沿って四方に白い幕が張られます。やがて切腹の沙汰が下されると、切腹人は沐浴して身を清めます。髷は普段より高く結い、髷型を普通とは逆にします。ちなみに服装は白装束ではありません。白無地の小袖こそ身にまとうものの、浅葱色の紙下を左前で身につけたそうです。これは溢れ出る血を目立たなくするための配慮でした。切腹人は涅槃門から竹洗いの中に入り、北または西に向かって座ります。そして湯漬けの膳や酒を最後の食事としていただきます。一方解釈人は切腹人に続いて修行門から入り、敷かれている畳の左に控えました。やがて切腹用の担当が三方に乗せられて運ばれます。あらかじめ束を外し、宝書紙で刀身を幾重にも巻き、動かないように小よりで結びました。切っ先は巻きつけた宝書紙から3センチほど出すのが決まりで、担当の代わりに木刀を用いたこともあるそうです。切腹人は座った後、剣士に黙礼し、右から肌を脱ぎ
左を脱ぎます。そして左手で刀を取り、切っ先を左へ向きつつ、右手に持ち替えます。左手で3回ほど腹を揉みほぐし、左の腹から刀を突き立てて、右へ引き回したそうです。その直後に介錯人が首を落とすのですが、切腹人が三方に手を伸ばした時に切ることも多かったとか。これは腹を切り損じて恥をかくのを未然に防ぐための措置だったとされています。また、介錯の際、首を完全に落とさず、皮一枚残して切るのが本式とされました。首が前に垂れる格好から抱き首と呼ばれています。これは首が落ちて庭を汚すことを防ぐ意味や、首を打ち落としてしまうと残罪と同じだと誤解されるためです。稀に切り落とされた首が瞬きをしたり、口を動かすことがあるため、見苦しい表情を見せないための配慮だったとも。やがて切腹を終えると、検死が確認し、これで一連の儀式は終了します。ちなみに、歴史上最も見事な切腹を遂げたのは、土佐勤王党を率いた武市半平太だとされています。それは三文字切腹と呼ばれ、文字通り三の形のままに腹を切ることでした。かつて誰一人として成功したことがない難しい方法です。列迫の気合とともに刀を突き立て、引き回し、見事に三文字切腹を成し遂げた武市ですが、鮮血がほとばしり、剣士役人の袴を染めたほどだったとも。そして声を発することなく、膝すら崩さなかったといいます。介錯を務めたのは、武市の姉の子、そして妻の弟の二人でした。切腹の失敗は悲惨そのもの。すべて滞りなく切腹が完了すればいいのですが、やはり失敗することはありました。呆然自失となって腹を切れなかったり、痛みのために躊躇するなど、人間である以上はやむを得ないところです。しかし、当時の価値観では武士の恥だとされ、臆病というレッテルを貼られるわけです。とはいえ、切腹に自信がないものでも逃げ道はありました。担当の代わりに扇子や木刀を用いることで、形式上は切腹という体裁を取りました。介錯人は扇子を腹に当てた瞬間を見すまして、太刀を振り下ろしたそうです。ところが、切腹の失敗はそれだけではありません。介錯人の腕が未熟なため、時として切腹の場は悲惨な光景となりました。まず、ヨーロッパと違って、日本には処刑人という専門職がいません。介錯人として選ばれるのは、身内であったり、家臣であったりと、切腹人に近しい者たちでした。そんな者たちがまともな精神で首を切るなどできないでしょう。体は震え、手は震え、油汗を流しながら首を切ろうとするわけです。失敗しないはずがありません。戦国時代に鳥取城を守った吉川常家の場合、介錯を務めたのが静間という家臣でした。常家が切腹した際、溢れ出す血や苦しむ主君の姿を見て気が動転した静間は、思わず一刀目を切り損じてしまいます。常家はぎろりと静間を睨みつけるや、この未熟者めが、と一喝したとか。ようやく首を落とせたのは三刀目だったそうです。また、幕末の頃、新選組大使だった河合喜三郎が、公金横領の罪で切腹した際、介錯を務めたのが、同僚の沼尻小文吾でした。
一刀目は肩に当たり、二刀目は頭に当たってしまいます。河合は激痛のあまり悲鳴を上げ続け、ようやく三刀目にして首を落とせたとのこと。沼尻は後年、人間、あれほど悲しい声が出るとは思わなかった、と語っています。最も凄惨だったのは、明治維新直後に起こった堺事件でしょうか。堺に上陸したフランス兵に対して、箕浦猪吉ら土佐藩士たちが発砲して、11人を殺害したのです。フランス公使レオン・ロッシュは、新政府に対して賠償と実行犯の処罰を要求。これを受け入れざるを得ませんでした。やがて、堺の妙国寺で土佐藩士20名の切腹が行われることになります。ロッシュはじめ軍人たちが居並ぶ中、箕浦は腹を横一文字に裂いて苦悶の表情を浮かべました。介錯人の馬場は頃合いを見て刀を振り下ろしますが、うまく切れなかったようです。刀は首に食い込んだままでした。箕浦は、どうした、馬場君、しっかりやれ、と叱咤しますが、顔面蒼白となった馬場は、またしても切り損じてしまいます。頸椎のところで刃が止まってしまい、どうしても首を打ち落とすことができませんでした。すると、息も絶え絶えになった箕浦は、前方をきっと睨みつけます。そして、腹の中から腹旗を引きずり出し、視察に来ていたフランス人たちに差し出したのです。首を半分切られたのに生きている。彼らはあまりの光景に戦慄し、体は震え、顔は青ざめていたといいます。箕浦は、まだ死なんぞ、もっと切れと大声で叫び、その声は周囲に響き渡りました。そして意を決した馬場は三刀目にしてようやく首を切り落とします。しかしフランス人たちは凄惨な光景を見るに忍びず、殺害されたフランス兵と同じ11人で中止を申し入れたそうです。太平洋戦争でも息づいていた切腹の精神。明治維新が到来すると、武士は士族と呼ばれて刀を取り上げられ、名誉の死だった切腹も禁じられました。しかし、その後も切腹の精神は息づいていたようです。明治10年、1877年の西南戦争では、追い詰められた殺軍幹部の多くが切腹していますし、日露戦争において多くの兵士を犠牲にし、明治天皇が崩御されたこともあって、乃木希典が切腹を遂げています。さらに時代は下って、太平洋戦争でも指揮官クラスの切腹が相次ぎました。サイパン島では南雲忠一や斉藤義次らが切腹して最後を遂げ、沖縄でも司令官の牛島満が腹を切っています。とはいえ、切腹ではあるものの、解釈はさすがになかったようです。後ろからピストルで頭部を撃ち抜いて、とどめを刺したとも。終戦直後には、陸軍大臣の阿南惟幾が切腹し、特攻隊の生みの親と呼ばれた大西滝次郎も割腹自殺を遂げました。特に大西は多くの若者を特攻に駆り出した責任を痛感しており、切腹した後も治療を一切断り、12時間も苦しみ抜いて亡くなったと伝わります。江戸時代に武士の刑罰として形式化された切腹ですが、戦中の軍人たちにとって敗北の責任を取るという意味合いが強かったのでしょう。今でこそ切腹する人などいませんが、日本人が自殺するときは腹切りをすると誤解する外国人も多いようです。間違った日本文化が伝わっている証拠なのでしょう。
とはいえ、日本人にとっても切腹は遠い遠い昔の話になっているのです。